したのですか？何かいいことあった？まあね、石化にとってはすごくいいことじゃないかな。ずっとその顔はちょっと気持ち悪いと思うんだけど、吐く、人に向かって気持ち悪いなんて失礼よ。言葉をしっかり選んでね。やっぱり気持ち悪いもん。なんで表情一切変えずに喋ってるの？何かの呪いかな？パト君、何があったか教えてもらってもいいですか？別に大したことじゃないんだけどね。今日は防衛軍からの依頼で講習会の講師として出てほしいって言われて俺と石化が言ってたじゃん。そうですね。WCDT で活躍した世界的実力者から教えをもらい、全体的に光側のレベルアップを狙うってバハートさんが言ってましたね。何人か呼ばれてたんだけど、その中で石化がダントツで人気でさ、やっぱり現実的な近距離剣術と体術がメインだからね、一番ヒントを得やすいんだろうね。それでまあ鼻が長くなっちゃって。俺は最初こそ人気だったけど、何言ってるかわからないって、あ、やべ、泣きそう。パト君の技術は超達人向けだから仕方ないよ。それで講演会が終わった時に言われたんだ。あの、いろいろ教えていただきありがとうございました。夫婦揃って強いなんて素敵ですね。来年の WCDT 活躍を楽しみにしてますね。夫婦だなんて、もう、やーだー、照れるー。夫婦って言われたのがすごく良かったんだろうね。そこから上機嫌に上機嫌が加わって超上機嫌なんだよ、珍しく。私は別に夫婦という仲を独り占めする気はないので、他の場所で夫婦と言っても気にしないのですけどね。そう見られて嬉しいんだろうね。こと買って一緒にいると本当若いお嫁さんって言われても納得するけど、石化は相棒って感じが強いんだよね。ひどいよパト君。ちなみに白だと妹って感じが強い気がする。そうなのよ、もう諦めたけど、ことかちゃんとか白の女子力にはもう全然歯が立たない。白なんてか弱い見た目して剣術も体術も超一流、身のこなしの軽さは私よりも上。ことかちゃんなんてか弱くておとなしい見た目してる割に仕事になるとお口が悪くなったり、いろいろ感情がむき出しになっちゃうのにね。なんででしょうね。私は近接とか体術は全然なので、正直小学校高学年の子にも負けますね。だからご信用は持ってますし、多重防衛もいいところよ。あと銃刀法違反。そう言ったら他の専属心も第三者から見たらどうなんだろうね。メリアちゃんはバカップルでしょ。あれは人妻かんないわ。アリシア様はビジネスパートナーですかね。カナちゃんは親友って感じで、ソフィアちゃんは、妹って感じだよね、末っ子みたいな。ソルテ様は主従ってわかるし、ラル様は、なんか先輩、って感じ。月下先輩はお姉ちゃんって感じですよね、恋人には、見えにくい気がしますね。相手よ、相手、ふふん、わかってないわ猫とかちゃんも。月下お姉ちゃんは直接イチャイチャするより陰でこそこそと恋愛してる方が興奮する変態だからあれはちょっと違うわね。月下は後でしばく。あとは防衛軍に行ってバハートちゃんから次の案件を聞いたら終わりでしょ。さっさと行くわよ。最悪無理なら呼び出すけど。なめたげなよ。バハートだって普段は松葉杖生活なんだから、歩けたり、戦えるのはエミエルを体内に入れてる間だけだし。甘えさせたらダメよパト。後遺症なのはわかるけど甘えさせたらとことん甘えるわ。あの子は。ほら、今日はくっついて歩きましょう。もっと夫婦に見られたいわ。ペタカとハクが同行してるんだから無理だろ。よって友達グループだぞ。石化様、すぐ独り占めする。私は大丈夫ですよ。むしろああやってたまに発散しておかないと後々争いの元になりますから。石化さんは嫉妬すごいですからね。ペタカちゃんが日本出身なのに感性が帝国なのがすごいよ。なんで嫉妬しないんだろう。言えませんよね。人のイチャイチャを見るのが好きだなんて。エテル聞いたんか。何か。あの主、養女ゲットしたらしいで、うち怖いわ。いつか犯罪に手を染める思たんや。養女の耳に手を出してないんだから健全でしょ。誰が養女や、どないすんや、仲良くできるやろか。仲良くする必要ある。嫌なら距離取ってもらうだけだよね。それにそう頻繁に召喚されるとは限らないし。エテルの言う通りだね。気に入らないなら消せばいいんだよ。名前勘弁やんけ。それにうちはまだあんたを認めて偏見な。ただのキグリンの鬼ロリ不正が何上から、私は女帝だよ。すぐに帽子を取られる優雅女帝とか笑わせるわー。あ、返せ、私の帽子。鬼の分際で言うに。あと少しで激凛に触れるところだったね。なんでこいつ口だけこんな強気なんや。二人とも同じにしか見えないけどね。同じじゃないわ。もしいい子だったら逆にかわいそうだね。耳トリルにいじめられそうで。当然やな。まずは上下関係をはっきりさせとかなあかんけんな。私
子は一番すごい竜だからね。ご身体として格を見せつけておかないとね。いじめっ子気質しかいないね、この部屋。おい、部屋入っていいか。いいよ、耳トリルが悪いこと考えてるだけだから。よっしゃ、泣かしたるでー。まずは私の靴を舐めてもらわないとね。みんなの衆、苦しゅうないぞ。なんやあれ、鬼か。あれあー、というか何あの髪の色、染めるの失敗した。本当お前ら遠慮って言葉を知らないな。言いたい放題にも程があるだろ。この子はシューラ、ラインベル。なんだっけ。わらわはでかいでん、テラスオールレイ、吸血族、誇り高き吸血鬼、シューラ、ラインベルと、アラトラである。そこそこ強いらしいけど、倒しちゃったからたまにここで遊んでくれ。わざわざ召喚してまで面倒見る都合でもあるの。いや、この子なぜかこっちの召喚を無視して自由に行き来できるようになってるんだよ。それが許されてるのは、ヘブンズハート、だけなのに、なんかのバグ。主殿に吸血をして、血の盟約、を交わしたのよな。つまり主殿の血を媒体に許可なしで行き来できるようにしたのじゃよな。不意打ちしてきたからそれくらいはしてもらわないと釣り合わんじゃろて。主、どうやってこの子倒したの？確か討伐式だったよね。主、あれは不幸な事故でした。今回の案件、うまくいけば太客を手に入れれるっす。主がいてくれれば100人力っす。何の根拠で言ってるんだ。主の地位と権力っす。バックにお偉いさんがいるのは心強いっすね。本当お前そういうところは隠さないよな。度胸あるのか、ただのバカなのか、嫌いじゃないけど。わらわの持っておる原石をそのように宝石にしてほしいのよな。自分で作ると時間がかかって仕方ないのよな。数はあるのぜ。もしこの依頼を受けてくれるなら定期的に仕事を与えれる。お互い悪い話じゃないと思うのよな。できるっすけど。これと同じ技法となると1個の制作でそれなりのお金がかかるっすよ。そうっすね。1個で2000ミル。ここまで持ってくる遠征費で4万ミル。荷車に乗せれるのは最大50キロまでっすから。500個くらいっすかね。相場知らんけど多分すごく安いんだろうな。時給換算したら一体どれだけひどいか。熱からすれば2000ミルで最大500個、最大約100万ミル稼げる仕事で定期的にくれるとなれば嬉しいだろうけど。ふむふむ、噂通りじゃな。原則に言ったら1個2万ミルは必要と言ってたが、その1割で受けようとは、あっぱれ、熱工房。あら、超大赤字じゃん。しかも相手もなんでよその情報喋るかな、バカなのかな。ネス、宝石の詳細を聞いて値上げしろ。今なら認識違いってことで間に合う。ネス、は、ネス工房を気に入ってもらえて光栄っす。今後ともいい付き合いを。す、はい、ネス。すまない、宝石の性質を見たら特殊なところがあった。1万まで上げたいんだけど大丈夫か。嘘はいかんよ。実は従属が言った値段は8000ミルなのよな。試したのよな。く、早とちりを、このちびりこ吸血鬼、賢い。欲を見せすぎたのよな。この取引は2000ミルでなければ破断せ。どうする？主、余計なことしないでー。あ、じゃあそれで形では俺がシューラを撃破したことになって討伐式契約が成立したんだ。と言っても結構謝罪したけどな。で、お怒りを収める対価に吸血を許可したんだ。それでこうなったわけ。バラーは高貴な吸血鬼じゃからな。いつまでも根には持たん。おかげで世界観も広がったわけじゃしな。あんな悪さするんじゃないで、主に迷惑かかるんやからな。いいこと言ってるけど悪さしてるのに身だけだからね。そうだね、私はなんだかんだ言ってちゃんと作法の教育はしてたからね。わがままは言っても時とばはわきまえてるつもりだよ。安心して、しっかりつもりだから、できてないから、結構周りから怒られてるから、ビルも。大変な子が増えたってことだね、認識した。出てる、立派になって。主嬉しい。私の出番がそこまでないのに出てくるんじゃないよ。後がどんどんいるんだから早くしないと出番なくなっちゃうぞよ。あ、甘いね。私はご神体。今ご神体ブーム来てるからいつか出番来るはず。それ、ちょっと過ぎてるから早くしないと次がまたいつになるかわからんのよな。むむむ、仕方ない。ショートでもいいから同僚呼んで出るしかないね。もしくは同じ年の連中。じゃあわらわもじゃな。わらわもお主らと同じ年じゃからな。え、ロリババアじゃなくてモノホンのロリ吸血鬼なの？想定外だ。ってことでショートの案考えようぞ。めんどくさいなー。